どうも、かかりこ村の瀬名さんです。というわけで今回から、ハイラルの城下町にいよいよ足を踏み入れるんじゃないかという、とてつもなく大事な回なんですけれども、その前にかかりこ村でやっておかなければならない、やっておかなければならないこと、買っておかなければならないもの、このマロちゃんのお店で買っておかなければならないもの、それは何かというと、ハイリアの盾なのよ。あのね、ちょっとね、盾をなくした時に、盾縛りっていうのもいいんじゃないかと、盾を持たない縛りっていうのもいいんじゃないかと思ったんですけれども、やっぱりリンクさん、このハイリアの盾を後ろに背負ってないと、背中に背負ってないと締まりませんというか、やっぱこれがないとゼルダじゃないっていう、僕の、とんでもなく、凝り固まってないと思うんですけれども、とてつもなく強いこだわりで、ハイリアの盾は買いたいと思います。238ルピーありますので、200ルピーでしょ？現品限り。これはね、燃えたり、水浸しになって錆びたりしませんから。一生ものですよ。そうか、じゃあ売ってやる。ごまだれー。ハイリアの盾を手に入れた。炎に触れてもなくならない鋼鉄の盾。ZL で構えてみももももも。背中に背負ってないと思ったら、装備しなくちゃなりませんね。コレクトで、これですよ、これですよ。これ装備す、おー、かっこいい！やっぱこれだな。これだな、やっぱり。ああ、これだ、これだ。さあ、というわけで、じゃあ、かかりこ村を出立しましょう。出立してから、ハイリア城下町。いや、ああ、降りちゃった。こっちとりあえず出るでしょ？行くぞ。エボナちゃん行くぞ。こっちとりあえず、かかりこ村出まして、かかりこ村出てから、右に行くか左に行くか。え？あ、爆弾手に入れなきゃいけないの？爆弾？でも爆弾袋っていうのが必要じゃなかったっけ？それともバーンズのお店で普通に買えるの？買えちゃうの？あら？どうだったかしら？まだ買うものあった。かかりこ村買うものあった。バーンズボム工房販売買取不定休。ああ、休みないのね。よう兄ちゃん。どうよ、なんとか数が揃ってまた商売できるようになったぜ。まあ、ぼちぼち増やしていくさ。ほら、よかったら見ててくれよ。爆弾、買えるしかも30ルピー。バーンズ。いい男。あれ？ごめん、あ、いや、そうなんですよ。ボム袋ないんですけど。今なら袋に爆弾をぎっしり詰めたプレミアムパック。120ルピー、バーンズ！あの、ハイリアの盾を買ったばっかりだからさ、また出稼ぎに行こう。ひたすら果てしなく岩をひっくり返してた。それで5ルピー玉入れたら、よっしゃってなってお金稼いで、ようやく120ルピー貯めたと思ったら朝が明けた。はぁ、あ。ようやく120ルピー貯まった。貧乏勇者、ほんとに。よし、これで、爆弾袋まで変えてしまうという。よし。お風呂入る暇もなかった。バーンズ、爆弾袋をくれ。お願いします。はい。プレミアムパック120ルピー、買う。そうか、そうか。じゃあ、まあ、俺様の作った爆弾の威力を思う存分味わってくれよ。おっと、それから爆弾はな、弓と合成すれば、爆弾矢にして遠くを狙ったりもできるんだ。詳しくはまた手紙を送ってやるから、時間のある時にでも読んどいてくれよ。今渡してくれてもいいんじゃないの？爆弾入りボム袋を手に入れた。ごまだれー。Y、X、R で持ち上げて A で置く。走りながら A で投げられるぞ。すごいいかつい、ゴツゴツしてる。さあ、これでようやくかかりこ村を出立できる。もう綺麗に0ルピー。あ、こっちから出たことあったっけ？え、こっちから出たことなかったことない？かかりこ村。むしろこっちから入ってきたのか？そうでもなかったか。あ、ハイラル平原。絶対こっちから出たことないよね。ハイラル城。ここどこ？大丈夫？うわあ、郵便屋さん。ひょっとこ郵便屋さん。バーンズの手紙だな。いつ届いてるんでしょ？いたいた、セナさん。お手紙、やばい。バーンズボム工房からのお手紙です。いや、ほんと手渡しでよかったのに、バーンズ。はい、というわけで、ハイラル平原出てきました。ここは、あ、なるほど、コリン君たちとあの激闘、いや、コリン君と激闘を繰り広げたわけじゃなくて、あの、コリン君をさらった、あの、あれですよ、あの、大人ゴブリンさん、大人の大きなお友達のゴブリンさんたちと戦ったところですよ。追っかけてくんな、プテラノドン。こっち。橋を抜けましょう。え、ここ橋って、まだ越えれましたよね。壊れてもない。大丈夫。橋抜けれます。こっから、ハイラル城下町に抜けれるはずなんですけれども、大丈夫でしょうか。まだ追ってくるかね。あ、来た。初めて爆弾を使いましょうか。一回ここで急停止して、岩にぶつかっちまえ。で、ここで爆弾を、置く。
さあ、いけいけ、歯茎みたいな爆弾を壊してしまえ。おお、エボナちゃん、エボナちゃん、岩の破片がペチペチペチってほっぺに当たったんじゃないかな。やっぱりか。なんでか持ってかれるんですよ、そこの部分だけ。これで帰れなくなってしまいました。吸い込む。うわー、うわー、嫌なもんが海落ちていったんだけど。なんでしょうこれ。母親のムクロの下から生まれたガッツさんかな、ガッツさんかな。じゃあこれとりあえず、あんなところにもう戻る必要もとりあえず今のところはないので、じゃあこっち行きましょう。あ、爆弾で破壊した後、こっからハイラル城下町の方に抜け出れると思う。ここ奥の細道ね、日本文学ね、うまいこと抜けていくでしょ。おっ、こっからですよ。あー、つまずいちゃった。やばいやばいやばい、火の矢打ってくる、火の矢打ってくる。あー、殴ってくる、物理物理。あ、早く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 、ちょっと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 、おしっぽ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 。一回体勢を立て直して U ターンしましょうか。はい、キュッと、ぐるっと一回転して、今度はつまずかないように。よし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 。あ、もう危ないか。あ、あ、あ、はい、よし、オッケー、いいよ。あ、そこも破壊できそうなところもありましたが、とりあえず目先の目的。おわー、ミドナちゃんか。ちょ、待って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 、エポナちゃんは連れていけないから。はい、嫌がってますからね。降りて、一回降りて、真っ暗。お、やっとここまで来たな。影の結晶石は残り一つ。ということはここが最後の影の領域、トワイライトなんだよ。無事に取り戻すことができるかはお前次第。クククー、さあどうする。ああ、これでこの世界を覆っていた黄昏の虚空も見納めか。果たしてそうなるかな。クククさあ行ってみようか。ペチペチ。はい、お久しぶりです、オオカミリンクさん。わあ、こっから。そうか、ハイラル城下町行くにはここをきれいにしないといけないのか。トワイライト、トワイライト。あ、これあれでしょ、センスでしょ。むわっとしてるな、ピンクの匂いがむわっとしてるな。家具、ねえセナ、これだけは約束してくれる？無事に帰ってきてね。ごまだれ。子供たちの匂いを忘れて新しい匂いを覚えますか？子供たちの匂いを忘れなくてはならない。しかしイリアちゃんの左太ももについていたこのショルダーみたいな匂いはぜひとも覚えておきたい。はい、イリアの匂いを覚えた。ごまだれ。メスの匂いだろ。もうミドナちゃん、その面見てたらわかるんだよ。よかったな、手がかりが見つかって。だけどあれから随分経ってるからな、果たして無事でいるかな、クク。さてと、ああ、これも持って帰れないの、これ持って帰れないの。非常に残念、もうめちゃくちゃモワモワ残念。じゃあこの匂いをたどって、ピンクの匂いをたどって、イリアちゃんがその先にいるかどうか、果たしてさっき、それ、あいで、お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 いで、果たしてどうなるかわかりない、はい、果たしてどうなるかわからないとして、とりあえずこのピンクの匂いを嗅ぎ回っていきましょう。薄れてるかと思いきや、まだまだモヤモヤ続いてるぞ。こっちこっちこっち。全然わからないんですけど、おっと来た、ハイラル、ハイラル、ハイラル城。なあ、あの城どこか見覚えはないか、クククー。ようやくここまでたどり着けたな。ほーら、あと少しだから頑張りな。と言いたいけど、ここから先今までのように簡単に行くと思うなよ、クククー。ほんじゃ、行ってみようか。どういうこと、ミドナちゃん。どういうこと、簡単に行かないの。これまた、あれじゃないの、結界を張られるんじゃないの。この影の領域、トワイライトの結界の中に結界を張られる二重結界になるんじゃないの。で、僕がその二重結界の中で、結界を繰り広げて三重。そんなことはどうでもいいから。こっち橋を渡るでしょ？あ、水門からはいけないよな。干上がってそうで、干上がってなさそうな。そんな水門からはいけないとして、青ゴブリンさん。いや、ゴブリンさんか、お前。うわぁ。うわぁ、危ない危ない危ない。こっちから行ける？
こっち、サイドからいける？左脇からいけるか？で、こっちから左と右に Y の字になってますけれども、右ですよね、もちろん。右に行ってからの、ここでさ、わ？あ、いけるいける。よし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 。開いてるじゃない、しかも。扉開いてるじゃない。あんたら無視。あ、結界も貼れるけど、二重結界貼れるけど、まあ大丈夫か。開いてますよ。さあ、というわけで、いよいよハイラル城下町に潜入しました。ここが来たかったんすよと言いたいんですけれども、まだ影の領域なので、こう、城下町の人々と触れ合うことはできません。一方的に、こう、話を聞くと言いますか、この、盗み聞きするしかないと言いますか。奥様方。ね、ちょっと聞いた？この近くでゾーラの子が倒れたって言うじゃない。ゾーラってすっごく北の方にいるんですよね。なんでこんなところにいるんですかね。さあね、とりあえず南通りの酒場に運ばれたらしいけど、酒場ってあの、テルマさんの？彼女も大変ですね。え、もう一回聞こう。例のゾーラの子、南通りの酒場。南通りの酒場。ここ今東通りですからね。テルマさんという方も気になります。お？腰が低いおじいちゃん。うわあ！大丈夫かこれ。左肩に持ってるその壺は盗品じゃないのか？大丈夫か子供。大丈夫か？うわあ！めっちゃいるじゃん！ゾワゾワいるじゃん！すごく楽しそう。しかしな、これもうセンスを働かせないともうこんな感じですよ。はい。すごく栄えてるな。これ4年前にトアプリやった時こんな栄えてました？ 4 年前のハイラル城下町こんな栄えてました？いや、今風だな。もう歌劇団もいるじゃない。歌劇団もいるじゃない。めっちゃピーヒョロ増えてるじゃない。うわ、すげえ。ハイラル城下町すげえ。都会。ほんと都会。しかしながらこのセンスを働かさないとこの都会な感じが出せないというこのもどかしさ。とりあえずこのピンクのモヤモヤがまだまだ続いてますのでこっちの方行きましょう。これ南通りに繋がるのでは？あ、西通りだ。で、さらに、おっさんがこれ？カバに見えた。カバに見えた。うん、あ、おっさんが右肩になんか背負ってんのね。すごくモヤモヤしてる。ここか。間違いない。チェック。診療所。あ、しかし入れないのか。え、どうするこれ。こっちから行けたりはしないか。お？骨がある、骨がある、骨がある。骨がある。加えたけど、加えたけど、いや、加えるだけか。とりあえず加えておこう。加えておこう。安心するよね、なんか口に加えてると。こっち繋がってますよ。お、さらに？これいよいよ南通りに着くんじゃない？南だ、南。で、南で、ゾーラの子がかくまわれているという情報を聞いております。奥様たちから。もうそら顔の広い奥様たちから南通りにかくまわされているということを、潜入レポートしておりますので。さらに階段を降りて、ここ。あ、いけそう、いけそう。あ、いけるいける。しかも開いてる。しかも開いてる。しかも開いてると来たか。これ堂々と入っても大丈夫なんですよね。僕たちの存在は気づかれていない。で、モンペイさんたちがいまして、あ、ゾーラの子、あ、イリアちゃん！真横にいるけど、はっはっは言いながら真横にいるけど、あ、テルマおばさんだ。で、これがゾーラの子。この男の子は、助かりますか？落ち着くんだよ、お嬢ちゃん。今、医者を呼びに行かせたからね。だけど珍しいね、ゾーラ族の子供なんて。奥の兵隊が話していた事件となんか関係があるのかね。感動のご対面ってわけにはいかないようだな。今のまんまじゃお前よ、にゃみにゃみにゃ。相手にお前は見えないんだからな、クククク。じゃあとりあえず奥のモンペイさんの話を盗み聞きましょう。ハイリア湖の精霊の泉に参拝に行けないと住民から苦情が殺到しているそうだ。お前たちにはそこに向かってもらう。場所はさっき地図で見せた通りだ。わかったか？わからないわからないわからない。バンツバンツバンツ。ちゃんとチェックして覚えろよ。これか？これ？あ、チェックできる。勝ち？このハイリア湖の精霊の泉になんで行けないのか調査しろという上からの命令なんで、わかったか？
わからないわからない。パンツパンツパンツ。ここね。あ、これ赤のフラッグ、ここですよね。おばさん、おばさん、とりあえずあそこに、おばさん、おばさん、どうしたらいい。この男の子まだあどけないのにこんなに苦しんで。大丈夫だよお嬢ちゃん、医者を呼びに行ってあるんだから。それにしても奥の兵隊の話していたことといい、近頃は嫌なことばかり起きるね。医者を呼びに行かせたと何度も連呼していますから、テルマおばさんが。その医者のところに行ってみましょうか。医者のところきっと行けるんですよ。とりあえずこの南通りの酒場、テルマさんの酒場を後にして、こっちは行けません、こっちは行けません、こっち行けないってことね。じゃあこっち、こもうほんとこっち、こっち行ってる、あっちこっち行ってる、ハチポチステーションになってる。ここか、いや、あ、ここアゲハちゃんの家じゃん。プリンセスアゲハじゃん、アゲハちゃん家じゃん。後で絶対行こう。おお、その左肩の壺、盗品じゃないだろうな、子供。大丈夫、子供。大丈夫そうね。東通りにまた戻ってきました。で、医者が、いると思うんですよ。医者の、あ、また骨が転がってるじゃん。ハイラル城下町大丈夫ですか？骨が散乱してますけど大丈夫ですか？じゃあ、加えておきましょうか。こっちは多分、過激団のところ。で、こっちから、あ、顔の広い奥様方。診療、ここじゃん、ここじゃん。診療所じゃん。医者の人、なんとかしないと。おっさん、おっさんに話しかけれないか。ミドナと話す。精霊の泉に行けないって言ってたけど、どういうことだ？とにかく、精霊がハエリア湖にいるんなら行くしかないな。あ、ハエリア湖にまず行かないといけないのか。あ、そうか。うわー、宝箱がある。うわー、宝箱がある。で、こっちは降りれなかった。降りれなかった。じゃあもうちょっと遠回り的なところの道順から行かなければならない。はい、了解。来た、着い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 た。で、こっからこの大橋の向こうだよ。ああ、イベント発生、イベント発生。ハイリア大橋、オルディン大橋とは違い、ハイリア大橋です。ここは柱バッキボキじゃん。大丈夫なの？大丈夫そうじゃなさそう。ハイリア大橋大丈夫じゃなさそう。これ確か、これ下のとこってこれ油だった気がするんだけど。これ灯油というかガソリンだった気がするんだけど。うわっ、おい、さっきからなんか変な匂いがしないか？変な匂いがしないか？これガソリン、これガソリン。ガソリン。あ、もうろくなことしないもん、この人たち。またマッドマックスだよ、ほんと。怒りのデスロードになっちゃうよ、これ。くしゅ。でも完全に隙を生じぬ二段重ねなんで。くそ、やばいじゃないか。おい、早く逃げるぞ。でも目の前に都合よく木箱が転がっとるんですね。この木箱を乗って大丈夫なのか、迫ってくるか、大丈夫？乗って、ここで、そっから、あ、あ、しまった、しまった、しまった。え、もうこっちから行こう、こっちから行こう、こっちから行こう。はい、はい、はい。行け、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 リンクさん、行け。で、こっから飛び降りる。ハイリア湖。ハイリア湖にやってきました。あ、すごい水澄んでる。ふう、危ないところだったな。下が水たまりでよかったよ。これ水たまりか、水たまりか、これがハイリア湖か。けどこの水の少なさ、精霊の泉もこのどこかにあるって話だし、とにかく辺りの様子を見てみるか。ミドナちゃん曰く、これだけ深くて水が澄んでても水たまり程度なんですよ。ということは、このハイリア湖が復活するともうとんでもないことになります。うわーってなります。というわけで、じゃあ次回はこのハイリア湖の復活を目論み、さらにこのトワイライトをどうにかしましょう。ほんとどうにかしましょう。で、さらにゾーラの子を助けて、さらにイリアちゃんも助けるというか、助けましょう。とにかく助け、うん、よし、そうしよう。じゃあもうやること山積みですが、これからも頑張ります。それでは今回はここら辺にして、失礼します。ありがとうございました。